12回イエーイ。明けましておめでとうございます。いや久しぶりですね。久しぶりですね。本当にいつぶりですか。今日10日だから年末あって以来なんで。そうですね。ちょっとまあちょっと久しぶりですね。そう、なんか分かんない心の中がよそよそしいんですけどまあ時期に分かるかな君たちもみたいなね。分かんないね。まあまあまあでもね、僕らが楽しくやってればいいんで。そうボザンスも42回。はい、いつぶりか全然分かんないけどもだいたいレディでございますが何回だか分かってないから、ね、特別船舶挟んじゃってさやばいんだよ。よし、はいはい、まずよし、はい、まず落ち着こう。去年の12月にですね、はい、ワンマンライブを、はい、やらせていただきまして、ね、日本そう3周年と、ね、うん、クリスマスライブ、本当に来ていただいた皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。今年も頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。では、はい、早速42回なんですけども、こちら、ね、お正月ですね。お正月をテーマに今日話していこうと思うんですが、駒を回し遊びましょうつってね、皆さんに問題でございます。その中にですねレディオサイエンスが混じっているわけなんですけども、はい、どこにいるでしょうか。ルイさんはこれでしょ。あ、これみかんの代わりですかね。ピンポーン。俺はなんかここにいっぱいセンサーが書いてあるけど、これ俺なの。そうなんですね。これ俺なの。はい、ワイソクさんは、うん、こちらの駒の紐でございます。なんかあかんで、なんか紐ってなんかあんまりいいことじゃないもん。よし、見つけられた人はなんかあげるから。お前に言うたらなんかあげてくださいね。はいはい、さあ、はい、お正月ですけども、お正月、ね、どうなの。俺と離れてる間に何かあった。何があって、なんか恋人みたいになってるけど、なんかありましたか。あのね、あの僕お姉ちゃんいるんですけど、お姉ちゃんの子供が8月ぐらいに生まれてたのかな、うん、その子に初めて今回会ってきました。女の子ゆずぽんです。ゆずぽん多分見てないけど、ゆずぽんなもうめっちゃ可愛いの、ゆずぽん。あ、やばいよ、ね、やばいんだから。4ヶ月ぐらいまだ人見知りもしてないから、抱き放題。いや違う、なんか違うな。抱き放題やし、もうピあのなんていうの、膝に座らせて、うん、こうやってピアノ弾いてアンパンマンとか弾いて、ゆずぽんどうって聞いて無反応で、ドラえもん弾いてゆずぽんどうって聞く生活を送ってました。ああ、いいじゃん。素敵じゃん。いや、可愛いんだよ。ゆずぽん。わかる。ゆずきっていうのは、ね。うちのさ、1歳ちょっとぐらいの、うんうんうん、あのいとこがいるんだよね。それは男の子。男の子。ケイケイって言うんだけどね。ケイケイ。今ねアンパンチを覚えたの。アンパンチを覚えたのね。アンパンチしてくるんだけど、すごく優しいからね、ちょってやるの。ああ、可愛いな。ちょっとやる。で、あーってやって、でアンパンチを仕返すの。アンパンチやると、ケイケイはね、あーってやられたふりをね、してくれるの。あ、可愛いの。可愛いね。そうだろ。どんなコンビやねんみたいな感じですけど。ね、今ピンポンで誰が来たけども、続けるよ。続けるよ。逃げないよ、こんなんじゃね。はいはい。うん。あと、なんだろうね、俺はね、うん、あれだ、初めて、うん、あのくじ引きでね、うん、特賞を当てたの、ブログに書いたでしょ。おお、え、あの、からから回すやつ、こういうやつ、ガサッて、あ、でも、うちはね、うん、基本的に俺は一番運がない人間だと言われてたわけ。そんなことないよ、言われてたの。そんなことないよ、メジャーデビューまでしといて運がないんですよ。いや、それは運じゃないもん、うん、頑張って来たんだもん。ああ、そっかそっか、そう、運が入ってるよ。うちでくじ引き要員でね、あの俺はもう真っ先に除外される人だったんだけども。どうせ当たらんけど、数じゃ当たる人になる。年末年始しね、暇な人があんまいなくて、うん、え俺はもうずっと家にいたから。ああ、はいはい、あ、だから借り出されたわけだ。もうどうせ当たらへんけど、とりあえず、ね、どうちょっと来なさいって言われたら、俺は特賞当てたの。おー、素晴らしい。どうだこの野郎。あ、まあそんだけです。ああ、そんだけです。まあだから俺は今年はこのいい流れにね、あ、乗っていこうと。くじ引きとかやりました。くじ引きじゃないや、何、あの神社行ったら、それうちの弟と同じ間違いしてるよ。え、もしくはブログでね。あれよ、え、おみくじ、おみくじ、そう、くじ引きじゃない。唾飛んだ、唾が、唾が飛んできた。いや、おみくじ、何吉でした。中吉です。あ、僕も中吉です。
そう終わりもうわけわかんねえな。まあまあ、ね、まあ、今年ちょっと頑張っていこう、はいはいはい、そう、ね、頑張っていきましょう。ボタン数もちょっと増やしてさ、うん、なんか引っ越しってさちょっとあんま話してないんですよ。ああ、じゃあ最近、じゃあ今度2人で ねご飯でも食べに行こうまあね、だから俺はこの流れに乗って2010年頑張って、うん、2013年頑張っていきたいと思います。はい、はい、僕もそれに乗っかって頑張ろうと思います。ということで、はい、では、また43回で会いましょう、はい、バイバイ、はい。